DJ エアスリー、DJ ミニ4プロに大幅アップデートがやってきました。はい、どうも、サラクーです。今日は2023年12月22日金曜日になります。今日の話題なんですけども、DJ Air 3と DJ Mini 4 Pro の大幅アップデートの話をしたいと思います。その前に宣伝させていただきます。今ですね、このサラクールのドローン空撮&ハウツーチャンネルの他に新たにですね、新チャンネルとして旅チャンネルを起こしました。サラクールのチタビチャンネルといって、まあサラクールがですね、旅するチャンネルというようなですね、チャンネルを起こしました。今現在は千葉県一周徒歩の旅、こちらの方ですね、やってますので、ぜひですね、チャンネル登録と拡散の方、ぜひともよろしくお願いします。この動画の概要欄のトップのところにそのリンク先も貼っときますので、ぜひともよろしくお願いします。ではですね、早速なんですけども、ドローンの方の話をさせていただきます。今回ですね、DJI の2機種に対して大幅なアップデートが来ました。DJI Air 3と DJI Mini 4 Pro、こちらの方ですね、ドローンのアップデートが来ております。今私が持ってきてるのは DJI Mini 4 Pro なんですけども、こちらの方も新たにですね、大幅アップデートが来てるということになります。で、こちらに関しては、まあ、ですね、DJI の日本のホームページの方では、ファームウェアのですね、説明のですね、リリースノートというものは出てきてないんですけども、まあ、DJI フォーラムの方で、まあ、英語では書かれてはいるんですけども、まあ、ファームウェアの方ですね、内容が書かれております。そのですね、英語で書かれたウェブページを和訳した形で、今回ですね、皆さんと情報シェアの方していきたいと思います。で、軽くなんですけども、どのような内容かというところもですね、合わせてね、説明していきたいと思いますので、よろしくお願いします。それではですね、DJI フォーラムの方、見ていきます。はい、まずですね、DJI Mini 4 Pro こちらの方からですね説明していきたいと思います。こちらで DJ フォーラムの方のページになりまして、もともとですね英語で書かれているものが、今回ですね日本語に和訳したものになっております。日付としてですね昨日来ております。2023年12月21日に来ております。まず、ドローンのですねファームウェアがバージョン 01.00.0300 になります。で送信機のファームウェアがバージョン 02.00.0300 これはですね DJRC2 になります。で DJRC-N2 の場合はバージョン 01.01.0200 になります。でですね DJI フライアプリの方なんですが iOS がバージョン 1.12.4 で Android の方がバージョン 1.12.4 ということになっております。でアップデートの内容なんですけども、まず一つ目アクティブショット360に自動モードが追加されましたということになっています。で2点目としてはビジョンアシストを追加しましたということになっています。で3点目ビジョンポジショニングと障害物検知スイッチを追加しましたということになっています。で、4点目、12メガピクセル写真モードに3倍デジタルズームを追加しましたということになっています。で、5点目、AEB 及びバースト撮影を使用する場合に、5枚の48メガピクセル写真を撮影するためのサポートが追加されましたということになっています。で、6点目、DJI Goggles 2、DJI Goggles インテグラ。これはですね、ちょっと日本で発売されてないものになってますけども、および DJRC Motion 2のサポートが追加されましたということになっております。あとに関してはですね、ちょっと、ね、中国に関することと、あとですね、アメリカに関するところ、こちらの方がですね、まあ、追加されるということと、あと最後ですね、まあ、基地の問題をですね、修正しましたということになっています。こちらがですね、まずですね、DJI Mini 4 Pro ですね、追加された内容ということになっています。続けてですね、DJI Air 3の方見ていきたいと思います。はい、こちらですね、DJI Air 3のファームウェアのリリース情報になります。日付としては同じになります。昨日の日付、2023年12月21日に来ております。まずドローンのファームウェアのバージョンなんですが、バージョン 01.00.10.00 ということになっています。で、送信機のファームウェアがバージョン 02.00.03.00。これは DJRC2。で、DJRC-N2 はバージョン 01.00.06.00 となっております。で、DJI プレイアプリの方が iOS がバージョン 1.12.4、Android がバージョン 1.12.4 ということになっております。こちらの方のアップデートにされた内容なんですけども、まずアクティブショット360に需要モードが追加されましたということで、これはですね、Mini 4 Pro と同じものが追加されております。
あとビジョンアシストを追加しましたということで、これもですね DJI ミニ4 Pro と同じになっております。で、12メガピクセルの写真モードにデジタルズームを追加しましたということになっています。4点目としてはビジョンポジショニングと障害物検知スイッチを追加しましたということになっています。で、5点目としては中望遠カメラにスフィアパノラマを追加しましたということになっております。で、あとですね、まあ、中国に関する情報と、あとですね、EASA 加盟国とイギリスに関するところの情報、あとですね、カメラパラメータ設定がファームウェアアップデートの影響を受けないようにするサポートが、ね、追加されたということになっております。あと、バッテリーの自動放電に関するものが追加されてて、あとですね、基地の問題を修正したというものになっております。これがですね、DJI Air 3のファームウェアアップデート情報になります。あとですね、もう少しね、詳しく説明していきたいと思います。あと加えてですね、DJI RC2、 こちらの方もですね、バージョンアップデートされてますので、そちらの方のですね、情報も出てきております。はい、こちらですね、 DJI RC2 のファームウェアですね、こちらに関しても昨日の日付で出てきております。2023年12月21日ということになってます。で、ファームウェアのバージョンがバージョン 02.00.0300 で、 DJI Fly アプリが Android バージョン 1.12.4いうことになってまして、で、アップデートされた情報なんですが、送信機に取り付けられたマイクロ SD カードにスクリーンショットと録画を保存するためのサポートが追加され、エクスポートが容易になりました。 DJI Fly のホームページに入り、プロフィール、設定、ストレージをタップし、 SD カードを保存場所として設定するということになっております。あとですね、いくつかの基地の問題を修正しましたということですね。今回新たに DJI RC2 の方ですね、ファームウェアがリリースされたということになります。はい、ということですね、まあ、ファームウェアの情報としては以上となるんですけど、もう少しですね、詳しく説明していきたいと思います。はい、ということですね、もう少しですね、詳しく説明していきたいと思います。まずは DJI Air 3と DJI Mini 4 Pro 共通でですね、追加された情報から見ていきたいと思います。こちらに関してはですね、大きく3つになります。まずですね、1つ目としてはアクティブショット360ですね、自動モードが追加されたというものになります。アクティブショット360自体はですね、ついてたんですけども、それに対して自動モードが追加されたということで、まあ、こちらの方ですね、まあ、フォローとか、まあ、螺旋状とか、あとドローニーとかですね、まあ、自動的にやってくれるアクティブショット360がですね、できたということになります。なのでですね、いちいち手動でですね、アクティブショット360の方、まあ、設定しなくても、自動でですね、そういう風な追跡モードをね、やってくれるというところですね、まあ、追加されるということになっております。で、二つ目。で、こちらですね、ビジョンアシストが追加されましたということになっております。これに関しては、まず最初にですね、DJI Mavic 3の方で追加されたものになってたんですけども、今回新たに DJI Air 3と DJI Mini 4 Pro にね、追加されたというものになっています。まあ、どういうものかというと、まあ、こちらの方ですね、ドローンのところにこういうふうにですね、ビジョンセンサーがついてるんですけども、まあ、こちらの方ですね、ビジョンセンサー、360度に対応している回避システム、として、ね、センサーとして働いてるんですが、実はですね、こちらの方、カメラとしてもですね、使えるものになっております。今回はこれをですね、使えるようにしたということになっています。まあ、例えばなんですけれども、まあ、メインカメラのですね、映像というものは、まあ、プロポからですね、確認することができるんですが、このですね、カメラ以外のですね、まあ、横方向とか、こちらのですね、後ろ方向、こちらの方もですね、こちらはですね、ビジョンセンサーをカメラとして、ね、使えるようになって、横方向とか後ろ方向もね、見れるようになったというものがですね、ビジョンアシストになります。今回ですね、それが追加されたということで、例えばですね、ドローンをこうやってですね、横に動かすときに、その時にですね、まあ、目視外ですね、まあ、プロポだけ見るときでもですね、横に動かしたときに、そちらの方ですね、カメラの情報を見ることができるようになったということになります。こちらに関してはね、センサー以外で直接プロポからそのビジョンシステムを通した映像が、ね、見れるようになったということなので、かなりですね、有効なのかなと思っております。これがですね、まあ、ビジョンアシストということで、これがですね、新たに DJI Mavic 3以外にですね、ついたということになります。続いてですね、共通のですね、3つ目になるんですけども、ビジョンポジショニングと障害物検知のスイッチをですね、追加したということになります。こちらの方は DJI Fly の方の設定の安全というところのですね、設定があるんですが、そこからですね、高度安全設定というところがあります。そこのところですね、ビジョンポジショニングと障害物検知、こちらの方ですね、
オンオフできるようになりました。どういうことかというと、このドローンにはですね、下にとかですね、あとは先ほど言ったですね、こちらの方にですね、ビジョンシステムがついているんですが、まあこちらの方をですね、切ることができるということで、 GNSS、まあ、GPS を含んでですね、 GNSS だけでですね、飛ばすことができるということになります。まあどういうところですね使えるかというと、まあ例えばですね、船の上とかからですね飛ばすときに、下手にですねビジョンポジショニングとか障害別検知があると非常にですね飛ばしにくいということがねあります。こういうふうにね離発着するときに飛ばしにくいということがあるんですけども、こちらの方ですね切ることによって、まあ、GNSS、まあ、GPS を含んだものだけですね有効にしてですね、他のところですねセンサーをね切ることができますので、それがですね容易になるということになります。はい、ということですね。これはですね、共通ですね、3つ追加されてきた内容になります。まあ、これだけでもですね、結構大幅なですね、アップデートということになります。あとですね、それぞれですね、別々に DJ Air 3と DJ Mini 4 Pro ですね、追加された内容というものがありまして、まずですね、DJ Air 3にですね、追加された内容としては、12メガピクセルの写真もですね、デジタルズームはですね、追加されたということで、ちょっとですね、使いやすくなったと。いうことですね。あとさらにですね、スフィアパノラマ、こちらの方がですね、中望遠カメラがね、追加されたというところがですね、ポイントになります。というところがですね、Air 3でさらにですね、追加された内容ということになります。あとですね、DJ Mini 4 Pro ですね、新たに追加された内容なんですが、まずですね、写真モードなんですけども、12メガピクセルの写真モードに3枚デジタルズームをですね、追加したということになっております。まあ、こちらですね、まあ、デジタルズームなので、まあ、そのままですね、ちょっと荒く、まあ、ズームするということにはなるんですけども、まあ、3倍のですね、デジタルズームをね、追加されたというところはですね、まあ、かなりポイントが高いのかなと思っております。あとさらにですね、写真モードとしては AEB 及びバースト撮影を撮影する前に5枚の48メガピクセルの写真を撮影するためのサポートがね、追加されたということになっております。で、加えてですね、DJI Mini 3 Pro にはですね、ついてた機能がさらにですね、追加されたということで、まあこれはですね、まあいずれですね、つくかなと思ってたんですけども、DJI Mini 4 Pro の方でもですね、DJI ゴーグル2、こちらの方と、あとですね、DJI RC Motion 2、こちらの方がですね、追加されたということになります。こちらのですね、このですね、ゴーグルですね、FPV 使うゴーグル、あとですね、このですね、モーションコントローラー、こちらの方にですね、この DJI Mini 4 Pro がですね、追加されたということで、さらにですね、DJI Mini 4 Pro も FPV の方ですね、使えるということがですね、できるようになりました。これに関してはですね、いずれ追加されると思ってたんですけども、まあ、ようやくですね、追加されたということになります。あとはですね、まあ、海外に関する、まあ、中国とかアメリカとか、あとヨーロッパとかですね、必要なもの、こちらに関してもですね、アップデートされてたということなので、まあ、これに関してはですね、まあ、海外で飛ばされている方、限定にはなってしまうと思うんですけども、まあ、そちらの方もですね、追加されて、さらにですね、充実されたものになったということになります。はい、ということで、DJI Air 3、DJI Mini 4 Pro、かなりですね、大幅なアップデートがされて、まあ、上位機種のですね、DJI Mavic 3もですね、まあ、追いつくような機能というものがですね、まあ、追加されたということになります。まあ、こちらに関してはですね、まあ、360度のね、回避システムとか、まあ、つくようになりましたので、まあ、DJI Mavic 3もね、できるようなことをですね、さらに回避機種の DJI Air 3とか DJI Mini 4 Pro にですね、付けたということに、ね、なると思います。はい、ということですね、今日の話題は以上となります。この動画がよろしければ高評価ボタン、あとチャンネル登録の方よろしくお願いします。随時最新情報もアップデートしてまいりますので、ベルマーク、通知ボタンの方もオンにしていただくとありがたいです。このチャンネルはこのような話とか、ドローンのノウハウ、新製品のレビューとかを行ってたりします。私のチャンネルはメンバーシップの方を開設しております。月額290円でとりあえずオンしたいというコスト。月額690円で質問者へあのノウハウ動画優先で見たいという2つのコースを用意しております。今月額690円のコースがいよいよ始まりました。ドローン操縦ライセンスの教則の解説を行っております。全11回と3回の補足動画、学科試験の想定問題は60問作っております。最近では実地試験の高知線対策の動画も作りました。第2回目に関しましては一般公開しております。この動画の概要欄のトップのところにそのリンク先を貼っておきますので、まずはそちらを見ていただいて、もし他の回も興味がある方はぜひメンバーシップの参加のほどよろしくお願いします。メンバーシップの参加方法なんですが、私のチャンネルのトップのところにメンバーになるというボタンがございますので、そちらが入っていただくとメンバーに参加することができます。ぜひともよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしたいと思います。楽しくドローンを飛ばしましょう。以上、サークルでした。さよなら。
バイバイ。